タワーに大ダメージが入った人の真似。ラットが大ダメージを食らったとき、いやー痛いんですねーこれは。コタが大ダメージを食らったとき、いでで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 。テンゴットが大ダメージを食らったとき、ライドです。今日もやっていくんですけど、今日はね、ディガーウォールブレイクやっていきたいと思います。で、このデッキなんですけど、グラチャルのね、ウィンレート勝率 75% ということでね、このデッキがね、75% です。はい、なんでね、全プレイヤーが使って 75% なので、相当強いデッキですね。普通カード一つ一つっていうのは、高くて 55%。で、低くて、まあ、40% とか 45% とかね。まあ、そんなもんなんですけど、まあね、カード8枚組み合わせて、まあ、めちゃくちゃね、完成度の高いデッキがね、作られていて、まあ、大体ね、高くてもね、70を超えることってあんまりないのかなっていう。そうですね。まあ、超えたとしても75超えることはないですね。本当にない。なんでね、めちゃくちゃ強いデッキだし、今環境に刺さってるし、なんならね、このね、死んだはずのね、ディガーも入っているということでね、早速、やっていきたいと思います。はい、ということでね、やっていくんですけど、とりあえずね、グラチャレいきます。すごい音が鳴るな。なんですけどね、このデッキね、多分ね、使うのがね、結構難しいんですよね。はい、なんですけど、ディガーと、多分ね、矢の飴とか積まれてても、ギャングと、あとあれですね、ロケ奉仕ですね。まあ、ロケ奉仕をうまく使うことがね、大事なのかなと思いますね。まあ、あと、ウッドを相手が持ってなかったら、ディガーギャングとかをね、積極的にやって、まあね、あの相手にね、ユニットを引き出して、それをまたね、ロケ砲で引き出して、わちゃわちゃ、みたいなね。そんな感じのデッキになってますね。全然マッチングせんですね。全然マッチングせんのでね、ここで雑談タイム入りたいと思います。スキップしたい人はスキップしてください。最近ですね、またね、太ったんですよ。もうね、これはいかんぞと。ライキ・ジョーンズと。これはいかん。そろそろ、どうにかせねばってなってるんですけど。そう、俺のね、言い訳を聞いてほしいんですよ。あれなんですよね。2ヶ月前ぐらいかな。いや、もうそんな前じゃないか。1ヶ月とか1ヶ月半ぐらい前までは、ジムにね、3日か4日に1回ぐらい行ってたんですよ。そう、週2、3回ね、行ってたんですけれども、これがまた、俺ね、あれなんですよ。まあ、筋力が落ちたってのもあって、で、ジムに行って、走って、走り終わってから筋トレをするっていうのをね、やってたんですけど、走るのもね、なんか一気にジム行ったからには痩せたいじゃないですか、そう。だし、もうちょっと、HH ボディにしたいなって感じで、5キロぐらい走るんですよ。そう、そうすると、普段ね、1キロも走ってないやつが5キロ走るんで、まあこれはまたね、ちゃんと体が痛くなるんですよ。そう、しかも筋肉痛とかだったら可愛いんですけど、腰とか肩とかが痛くなるんですね。もうね、これはいかんぞと。これはいかんぞという感じで、一回ね、ジムを休んだんですよ。そしたら、なんと、その勢い余ってね、1週間か2週間ぐらいね、休もうかなと思ってね、勢い余って、2ヶ月ぐらい休んでしまいました。なんでまあね、これは俺が悪いというか、まあ世の中が悪いというか、まあなんというかみたいなところあるんですけど、まあそう、ね、ジムをね、一回行かなくなるとね、マジで行かなくなりますね。本当にね、よろしくないですね、これは。じゃあとりあえず、ここで、ウォールブレイカーを追加していく。多分これ、こいつが避けてくれるはずだと思ったんだけど。これはザップを切らない。俺は切らない。このウォールブレイカー分のね、ちょっと、これザップ切ったらね、アド相手に持ってかれちゃうんで、これ一旦ステイサムということでね。まあ、雪玉と細かいの相手が切ったんで、ギャンゴを行きたいんですが、やりゴム持ってるか、相手が。やりゴム持ってるので、一旦ステイサムという感じで、とりあえずね、ケツロケ奉仕。あ、ちょっと待って。一旦ステイキジョーンズでございます。これ流行らせていきたいと思います。はい、とりあえずね、これ相手多分潰しに来てるんで、まあね、ディガーこうやって拾ってあげて、簡単ですよね。はい、簡単なんですよ、これが。なんで、こうやって拾ってあげると相手はね、苦しいという感じで、まあこれがですね、よいしょ。で、まあ延命してあげて、ディガーと。で、よいしょ。ウォルベー出して、うわー、それは痛い。ただ、これ見ててください、皆さん。これ注目ポイント。やばい、ちょーってミスった。ちょーい、やばい、入っちゃう。なんだよ、マジでよ。本当に。
いった、めちゃくちゃ入ってるし、痛すぎこれ。かあ、捕まえた。もう牛になりそうです。それは嘘。やべ、行ってマジで、マジで。いけ、頼む、入ってくれ、俺のミニペン、いけ。し、きたー、危ねえ。俺が勝率下げるとこだった。75%で、俺がね、このね、プロたる、しかもプロ中のプロのね、この俺が、勝率を下げるとこでした。まあ、ここ一旦ステイサムですね。まあ、ここね、どうせ相手が8枚目がないと来るんで、でも来ても美味しいんですよ。来なくても美味しいんですよ。はい。来ても欲しい、もう来なくても欲しい。このケツメガナイトによって自分が後ろ側でね、待ち構えることができる。これね、逃げるんだこいつ。逃げーや、何してんや。お前なんで死んだ。とりあえずここでやっていく。センキュー来るか、センキュー来るか。これザップ、はい、いいよ。これメガナイトが来るんで、とりあえずここで、ロケホウシを、あれ終わっちゃうかな。いやー、まだやりたかったな。まだ続きやりたかったっすけど。いやー、やっぱ俺がやると勝率上がっちゃうのかな。さすがに強いデッキをね、この強い俺が使ってしまうとみたいなところがあるかもしれないんですが、とりあえず、これね、ディガーを後ろに飛ばします。はい。で、ディガーを後ろに飛ばして、うわー、これディガーを抑えなきゃーってなるじゃないですか。ここで真ん中ボールブレイカー。GG と。いう感じで、まぁ、あ、こんな感じでね、わちゃわちゃしてあげればね、ええ感じになります。はい、ってことでね。やべえ、絶対俺話途中で終わったわ。あ、ジムの話してました。はい。まぁ、あ、ね、ジムですね、そう。で、しかも、あのね、痩せたいと思ってジムに行くじゃないですか。で、5キロね、走っただけじゃね、ちょっとまぁ、あ、これ痩せただけでもな、つって欲をかいて、ベンチプレスとかするんですよ。余計腰が痛くなるんですよ、これで。で、シャテボールブレイカーセパがね、最強です。はい、って感じで、あのね、マジでね、その反動なんですよね。そう、だから俺の体がね、もっとね、強ければって感じだったんですけど、でも、俺の親とかね、結構まあ、そういうなんだろう、現場系で働いてるっていうのもあって、ガタイがいいんですよ。ガタイがいいし、まあ、筋肉もモリモリでえぐいことになってるんですけど、普通にね、まあ、ちょい太ってるみたいなとこあるんですね。なんですけど、学生の頃はガリガリやったよって、よく言われるじゃないですか、親とかに。言われる人いると思うんですよ。俺のね、これ見てる人の中でも。で、学生の頃はガリガリだったよってね、親も言って、いやってなるじゃないですか。なって、いや、お前もそのうち、こうなるからって、それはない。それはならないって言うじゃないですか。言うんですけど、なります、あなた。今見てますよね。で、それ、俺の、このね、言葉を見てね、いや、なりませんよってね、思うと思うんですよ。なんですけど、なるんですよ、マジで。びっくりしましたね、俺も。で、プロまず1年、プロ1年目で、10キロ太ったっすからね。しかも、あ、ここで結構巻き添えにしていくんですけど、テンゴットとみかんさん、俺、みんな10キロ、近くね、太って、まあ、縁だけね、なんか、いつまでも50キロ台に突入しないみたいなね、謎のね、ボディを保ち続けてるんですけど、で、ここで、ね、ロケを追加するとね、キングギドされたんで、ね、一旦ステイサムですね。だからここで、ケツエレキ出していきます。はい、なんですけど、なんかね、やっぱね、普通はね、まあ、座ってるっていうのもあるんですけど、てか、それしかないんですけど、太るもんなんですよ、やっぱり人っていうのは。そうなんですけどね、まあ、縁だけね、あー、俺はなー、これ見られたら怒られる。俺はなーつって、全然太らないらしいんですね。あ、これザップ打ったら、ええ感じだった。あんまね、太らないんですよね。体重測ったら AKB だったわ、とか言ってね。いや、何々と思ったら、急にボケ出すんですよ、口が。たまにね、たまに急に、ちょ、AKB だったんだよね、とか言って、え、何がって、え、何がってなるじゃないですか。そう、体重が48キロだったから、AKB だったらしいんですよ。縁の中ではね。縁の中では、らしいんですけどね。よいしょ。はいはいはい、ポイズン来ましたね、と。なんで、そう、まあ、突然ボケ出す縁さんなんですが、
まあね、今後ともよろしくお願いしますということで、とりあえずここはメガナイト、いやーケツメガでもよかったかな、どうせユニットこれ出てくるんで、しかもタルババ来るんで、これ延命します、絶対に。俺命をかけて延命します。ほらこれ、しかもしばいて入るぞ入るぞ、しかもこれ取りに来るんで、はい取りに来る。これ裏多分アイスウィズあそこ押さえてくるんで、はい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 、あおー、はい、ということでね、まあさすがにねちょっと俺がうまかったかなって感じなんですけど、ってことでね、そうなんか縁だけは、まあ、自炊してるとかっていうのもあると思うんですけど、なんかねあれなんですよ、その太らないんですよ。まあ太らない体質っていうのは、でもね、そもそもフチはね飯を食べない、飯を食べないって言うんですよ。飯を食べない日もある。結構ね、まあ食べるんですよ。普通食べるんですけど、フチは昼飯ね、こうやって食べに行こうとか言って言うじゃないですか。でそれで今日はいいやみたいに言うんですよ、たまに。いやいや、昼飯は今日はいいやで済ませるもんじゃねえみたいな。そうなんか。一緒に、なんだろう、なんだろうな、まあ、夜飯一緒に行こうとかならまだわかるじゃないですか、まあ、今日はちょっと帰るわみたいな、わかるじゃないですか、飲みに行こうとかでもわかるじゃないですか。なんですけど、夜飯をね、夜飯を今日はいいやで済ませるやつがいたんですよーつってな、そんな感じなんですよね、本当に。なんでふちはね飯を食べないんで、で俺とかってやっぱもともとね学生、じゃあ、運動部出身だったっていうのもあると思うんですけど、食べるじゃないですか、飯をね。結構食べちゃうんですよ、やっぱり。やっぱりね。なんで、やっぱね、食べて動かないと太るんですね。残念ながら。っていうこともあり、そうでね、マジで俺、ジム行きたいですね。本当に。いや、心の底から行きたいんですけど、なかなか俺の体が許してくれないんですよね、ほんと。いやマジで多分これあれっすわ、多分なんだけど、タバコと同じですね。タバコやめられないのとね似たものだと思います、これは。よいしょ、もう一歩下がれ、もう一歩下がれ、もう一歩下がってや。違うな、これは違うね、それは違うね。ちょっとフチフに行っちゃったんですけど実際こんな風には言わん。とりあえずここね、ウォールブレイカー、出していき、はい、バーンって感じですね。まあ、墓石を切った後なんでね、施設が切った後はね、結構やっぱウォールブレイカー刺さりやすいのかなと、思う所存ではありますが、よいしょ、おっと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 、危ない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 、かつてだ、ギャング今かつてだっしょ絶対。とりあえずこんな感じで、はいはいはい、いいよいいよいいよ。ロケ方針いらんすね、このように。残念ながらいらないので、これザップ打っていけ、そろそろね、トルネ1警戒じゃないところにね飛ばしていきたいと思います。でこれメガナイトで、やっていき、ロケ方針にね、矢の雨を出せますって打った瞬間に、ギャングとネクストのロケ方針を出してね、多分来ると思うんですけどね。おうおうおお、やんちゃ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 なボーイが、やんちゃな、俺のやんちゃなボーイが、あー、いって、マジでいて、いやー70か、頼むから通ってくれ、うって感じで、そんな感じで、めちゃくちゃ強いデッキになってます。皆さんもね、ぜひね、使ってみてください。いいですね、やっぱね、喋りながらやると楽しくできていいですね。はい、ということで、このデッキね、覚えてください。勝ちたい人は、ぜひね、全環境、結構強いデッキになってるんでね、使ってみてください。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、毎日ね、2本動画出してるんで、もしよければね、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。バイバイ。